はこちらは論内放送局の日本語のニュースでございます。人述書は、2つの法律と決議を徹底的に白紙・執行する第10号会国会会議に議長として出席しました。これは初めての会議であり、政府と国会常務委員会が法律と国会決議を執行する新たな方法です。 会議では2025年法律政令整備計画に関する国会議事代129号の主な内容、新たな点、準備、実施、 実施事業などを徹底に徴収し、法律整備計画を調整しました。多くの仕事と高い要求があり、教食に変化する状況の中で、首相は法律の構築と仕事の過程において、イニシアチブ、柔軟性、革新の精神を促進する必要性を強調しました。 多くの仕事と高い欲求を伴う教職に変化する職業の中で、就職は正しい考えたと方法で法律を設定し執行する過程において、イニシアチブ柔軟性革新の精神を促進する必要性を強調した。国の条件と状況に適した。 方法論との政策と指針を具体化して制度化し自民と企業を中心とし主体、人民、企業がこのプロセスに積極的に参加し政策が自民と企業に向けられたものでなければならない法律が実現し国民と国の発展予期に対する愛、対応、保守が合意された時とき、この指導国家管理、各民の修行、 のメカニズムに適用されます。男子、諸取引活動の全部管理の強化に関する、最近発行された、組織自宅では、全部諸教区は、ライブストリーム販売から手数料を受け取り、組織および個人の厳しく関すると述べました。

厳密に監視し、電子請求書を発行する必要があることを確認するよう指示しました。ロムナイト教区からの情報によりますと、ロシアの協議者に、平気続き、回復し成長の勢いを維持しており、各企業には当たい情報があり、 輸出市場は、ごちょで、ごくな製品商品が、商業は製品に安定しました。2024年の最初の7月における、高校企業生産数数は、 時に比べて6.98%増加すると推定されています2023年の7月よりも大幅に増加しましたが2022年の7月の7.33%増加よりはまだ低です同じ期間で上昇した製造業支出の27%業のうち26%がありますその中で医療品は7.34%比較生産及び の関連性品は6071、医薬品化学品及び医薬品材料の生産は12乗、ベッドの生産は96乗など、いくつかの修業産業の大幅に増加しました。 キャビネット、テレビ、テーブル、イスは7.2乗化しましたが、同じ期間で生産数数は減少した。産業は一つありました。電気、ガス、温水、除去、空調の生産等配電は4.819減少しました。 ベトナム国立銀行論内支店によると、この地域の信用機関の書類資本は2024年7月31日までに330兆ドン近くに達すると推定されており、年初と比べて3.4ユロ増加した。ベトナム国立銀行論内支店は、金融機関が人口からの有給資金を集めるために、預金,論員金利を 引き上げ始めていることを背ゲに、ロンナイ地区の資本運営活動が成長の明るい兆しを占めていると評価している、これに伴い海外投資家の都市状況や商品の優秀注入状況が短期的に改善する明るい兆しも決済預金や外貨預金の回復の理由として評価されている。 大統領選挙区の結果をめぐる全国的な抗議活動は共盟国が支援した共産連諸国のから革命と同様だと指摘しましたマドロ大統領はベネズエラでの 国家活動は米国が推進する世界的に凝っているから革命の典型的なあるイメージであると述べました。 7月28日のベネズエラ大統領選挙でマドロ大統領が再選され3期目の続投が決定されました。会費を結果の発表を受けて、首都カラカスや他の多くの地域で野党支持者と警察との衝突が起きました。ベネズエラ政府は複数の国が選挙に回収したと非難しました。 クレムリンは7月30日の発表でベネズエラ野党は敗北を受け入れマドロ大統領の生産を祝うべきだと述べました。米国や他の一部の外国政府が選挙結果に疑問を抱いていることを受け、クレムリンのドミトリー・ベスコフ報道官は外部勢力がベネズエラの不安定化を治るべきではないと指摘してきました。 インド南部ケララ州東京区は、午後4時でお前によります、路肩ずれで少なくても100人が死亡、集中が紛争したと発表しました。 救助隊は今もロ,ロの中に取り残された人々の捜索救助遺体の運び出しなどを急いでいます7月30日時点で2 5人以上が救出されましたが長引く大雨の影響で救助活動に支障も出ていますまた大雨やロサクゼルにより川や湖が堤防を氾濫させ木々が倒れ多くの家屋橋泥 が被害を受けます。中でもワイヤなど地区がもとも深刻な被害を受けています救助隊はまだ被害状況を調査していますナレドムロランモデー州所はソーシャルプラットフォームへのとこでは犠牲者に祈りをささげましたご清聴ありがとうございました。